とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今回30回で長めなんだけども、めんどくさい敵は、まあ、1体ぐらいかな。では、1回から行きましょう。1回で、エンチャント入れてください。これ、ガードストライクですね。1回はどうしても、火ダメが多くなってしまいますので、ガードストライクを入れてください。で、まず最初ここに出てくる、エンチャンターだね。こいつをまずは潰すこと。これ重要です。で、エンチャンターを倒した後に、周りを倒し出しましょう。まずはね、あいつをなんとかしないとめんどくさいんで、倒しちゃってください。で、下にもエンチャンターいるんですけども、こいつは、そんな気にしなくて OK です。OK。一回クリアでーす。まずはエンチャンターだね。で、一回報酬で、これ、星なき夜を取っていってください。で、エンチャントで、凶暴化と働き鉢、が今回はいいような気がする。まあ、凶暴化嫌いっていう人は、まあ、働き鉢と、火属性とかエコーね、を入れてください。まあ、でも今回はね、結構、この凶暴化、いい感じだと思います。結構発動してくれる。敵が多いからだろうね。敵が多いんで、結構ね、出てきてくれるのよね。OK。いいんじゃない ?OK、発動してる。発動中は攻撃力じゃない、攻撃速度だな。が 1.5 倍になって、めちゃくちゃ動きやすくなります。まあ、キノコ使ってる状態みたいになるんだよね。おっと、倒しきれなかった。よし。で、おしまいですね。2回クリアです。2回報酬で、これ、バジーネストを取っていきましょう。で、ここ、草刈りをしてると、勝手に凶暴化が発動します。これが結構お得なんだよね。よし。この凶暴化を入れつつ、先に進んでいくと、まあ、結構いい感じですね。ここはどうしてもね、ダメージを受けてしまうので、極力急いで、先へ進んでいきたいところ。で、ここ。敵が出だしたらすぐにね、バジーネストを入れておいてください。そうすると最初に出てくるこのクリーパーに対応することができますので、お得でーす。OK。いいね。はい。んで、扉を開ける前に、ある程度ここ、潰しておくと、お得なので、まずは、ここを、まあ、リープリーフだけでもね、倒してあげてください。で、リープリーフ倒した後に、扉をね、開けましょう。この作業でね、全然、楽になりますので、ぜひやってみてください。よし。終わり。で、今回、矢はそんな使わないんだけどね、まあ、一応取っていきましょう。3回クリアです。ここ報酬は何もいりません。で、エンチャントを入れていきます。凶暴化2ですね。1と2では全然違います。1は5秒間、2は10秒間となってます。まあ、ここ、特に問題ないと思います。難しい敵もいないし、そんなに数も出てこないので。大丈夫でしょう。凶暴化発動。凶暴化が発動中はガシガシいけるんで結構好きですね。まあ、ただ発動率はあんまり高くない。しゃあ、ここら辺で出しとけ。いいね。ちょっと上に行こう。おお、やがてだ。いいんじゃない。よし。で、これで終わりかな。4回クリアでーす。
ここ報酬何もいりません。エンチャント入れましょう。8を2ですね。とりあえず武器は22入ってればまあ大丈夫です。はい、行きましょう。ここ、クリーパーがちょっと多めに出てきます。あんまり自信がないよっていう人はバジーネストを最初から入れていってあげると安全ですね。はい、敵の数はそんなに多くありません。終わり。では次に行きますね。ここの報酬でこれ、氷の杖を持って行ってください。これがね、ボス戦で役に立ちます。パワー職人ですね。星なき夜をあげましょう。で次ボスなんですけども、イリュージョナーから先に倒してください。右側に出てくるやつがイリュージョナーですね。蜂を出して、そして、氷の杖を当てるといい感じに倒せると思います。 OK、 じゃあ完璧。あー OK いけないかと思った。はい、では7回クリアです。イリュージョナーが結構ねめんどくさいので、必ずこの方法でやるようにしてください。だいぶ楽ですね。ここパワーシェイカーを取っていきましょう。で8回は特に問題ないと思います。敵もそんなに多くないし、一番上の階に行った時に、バジーネストを使ってあげるとまあまあいい感じに処理してくれるんでいいんではないでしょうか。しゃ、どこに飛んでいった。 OK で下にね、1体ぐらいいるんだよな。はい、8回クリア。まあ問題ないと思います。でここ、報酬でこれバーストクロスボウを取っていきましょう。エンチャントはまだ入れません。うん、バーストクロスボウにはまだ入れません。あ、でここバジーネスト置いてください。クリーパーが 2,3 体来るかな。そいつらをバジーネストでうまいこと爆発させてあげてくださいね。じゃないとちょっとめんどくさいんで。よし、あと2体追いつけないんかいあ、まだいた。いやーはいいかな、あっちは。ではクリアしますね。ここで防具を取ります。魂のローブです。これエンチャントがとにかく強いんで使えます。まず最初はクールダウン3入れておいてください。うん、他のね、ポーションバリア雪玉とかもいいんだけども、まず俺はクールダウンを入れてからでいいんじゃないかなって思います。 OK、 いいね、いいね、いい感じに入ったね、強豪化が。危ねえ。よし、 OK。 まあ防御力はね全然ないんだけども、ないんだけども、まあ性能で見て、エンちゃんの性能で見てこれかなということで俺は使ってます。うん、だって強いエンちゃんとか3つついてるからね。そして報酬は何もいりません。次に行きましょう。んで、あ、ここでねエンチャントを入れます。雪玉1とポーションバリア1ですね。とりあえずそれを入れておいてください。でここはもうほんと問題ない。うん、もう雑魚しか出ません。なのでバジーネストでも置いててあげるといい感じですね。オッケー、凶暴化も発動してすごくよろしい。11回クリア。
そんなに難しいところは今回ないんでね、全然大丈夫とは思います。ここの報酬何もいりません。はい、でここで、エンチャントをさらに入れていきましょう。雪玉の2ですね。1と2じゃ性能が全然違います。でここラビジャー来ます。まずマジネストを置いててあげてください。よっしゃ、オッケー。でもう1体、あっラビジャーもう1体走ってくるんだけどね、いつもは、まあ、来ないこともありますか。そらそりゃね、うまいこといかないこともあります。でも大丈夫です。いざとなったら、このバーストクロスボウもありますので全然大丈夫ですね。 OK、 そんなとこにいるんかい。 OK、 はいはい、もう少しで終わりだね。お前か、終わり、まだか。12回クリア。次に行きましょう。エンチャンターの賞を取っていきます。氷の杖と交換ですね。でここ、風使いがちょっといるんだけども、まあまあそんな問題はないと思います。バーストクロスボウでちょっと打ってやればすぐ倒せますのでいいんじゃないですか。今回そんなにね、矢は数使いませんので、まあ大丈夫とは思います。 OK、 いいね。でもってバジネスト出してエンチャンターの書を使って、おい、いけ動いてくれ。うまいこと動くときね、動かないときあるからね。はいはいはい、終わりかな。13回クリアです。ここ報酬でこれ両馬斧を取ってください。はい、でエンチャント入れていきましょう。まずは雪玉を3にしましょう。そしてエーリオ2と追い打ちを1ですね。いきます。エーリ結構重量です。ダメージが結構上がりますの で、 でさらに追い打ちで追加でダメージを与えていきますのでね、これは必ず入れるようにしてください。まあ、もうクリーパー出るには出るんだけども、まあ、そう問題はないと思います。うん、そう問題なく倒せるはずです。 OK、 いけ、よしよし、しゃ、終わり。14回クリア。次に行きましょう。エンチャントじゃないや、報酬何もいりません。でエンチャント入れましょう。追い打ちの2です。でここも特に問題ないですね。はいはいはい、よし。でバジーネストを入れたりしてぼちぼちと倒していってください。よし、 OKOK、 結構ねもう防御力が、防御力というか HP ねがなくなってきてて辛い時もあるんだけども、まあそんなにダメージ受けることもないと思うし、まあ危なくなったら弓を遠くから撃ってれば全然勝てるんで大丈夫でしょう。でここゴーレムとバジーネストだね、変えてください。ゴーレムがこの辺から大活躍します。あ、でここエンチャント入れてください。エンチャント忘れてた、長弾とボーナスショットこの辺から入れてください。ちょっともうね防具の耐久力が全然なくなってきますので、この辺からね、弓で倒していくといいです。まあ、すぐにね防具も、パワーアップしますので弓を使うのはまあここら辺だけかな。うん、ああまあ最後の方もねコブクロスボウとか使うんだけども、中盤で
弓を使うところはそんなに多くはないと思います。えい、終わりかな。16回終了。ドラを持っていきましょう。パワーシェイカーと交代です。で、ここ、斧でもローブでもいいんだけども、まあ一応、生存率を上げるために、ローブの方が、マシかなと思います。うん。斧もいいんだけどね。でも、耐久力上げた方が俺はいいかなと思いますよ。はい。では行きます。ボスは下の伸びから倒してください。伸びから倒すよね。よし。OK。まずは伸びから。OK。いいんじゃないですか。うまいこと落とせなかったな。で、エンダーマンは、ゴーレムに任せとけば、勝手に倒してくれます。終わり。まずは伸びからですね。ここ何もいりません。そのまま行ってください。んで、エンチャント入れましょう。ポーションバリアをね、ちょっと強くしてあげてください。そうしないと、ちょっと、痛いので、ポーションバリアに、そして長弾ですね。入れましょう。あ、やばい。これ使ったまんまになってるな。最初にね、できれば、エンチャンターの書を使っていきたいんだけども、ちょっとうまいこといかなかったかも。まあ大丈夫。できればね、最初の、クリーパーが何体か出るんだけども、そこをね、ゴーレムで、処理してあげたいところです。まあまあまあ、いいっしょ。多分ゴーレムはここでやられるけども、いいかな。OK。で、ここ、敵結構います、奥の方に。ゴーレムで突っ込ませてやるといい感じです。でもこれ、HP、あー、だよな。ゴーレムの HP がもうほぼなかったからね。おいおいおい。まあ、仕方ない。いきましょう、普通にね。近接で戦っていきます。できればゴーレムで突っ込ませるっていうのが一番いいんだけども、今回ちょっとゴーレムの HP が少なかったので仕方がないです。で、ここはもう普通にね、敵が出てこれないので叩いて倒してください。おしまいですね。では次の回に行きましょう。お、矢が結構ある。こんな使わないけどね。はい、報酬何もいりません。いきましょう。で、ここもね、クリーパー多いです。うん、ゴーレム使ってやるといい感じに処理してくれるのでいいですね。あっち行って。よし、ナイス。パワーレイズとね、このクリーパーがなかなか面倒くさいので、ここはちょっと注意ですね。 OKOK、今回のゴーレムはいい仕事してくれるな。全く動かないこともあるけどね。次いきますね。何もいりません。んで、エンチャント入れましょう。ポーションバリア3です。まあ、別に入れなくてもいいんだけどね。でもまあ余ってるんで、まあ、しっかりと入れていっていいんではないでしょうか。ここまず最初にスイッチを押すようにしてください。そうしないと、あのエンダーマイトが結構永遠に湧いてきちゃいます。うん、なので注意してください。で、ここ2回目の脇からクリーパーが2体、出てきます。そのクリーパーをうまいことゴーレムに処理させてあげてください。もう1回いきます。2回出てくるからね、同じとも、この辺から、ゴーレムに処理させるといいです。いい感じだね。で、エンダーマイトを処理しておしまいですね。
終わり。倒しきれてない？当たってないじゃん。はい、21回クリア。いきましょう。報酬何もいりません。いや、21階のタワーだったらね、もう終わってる頃なのに、長いから。で、ここね、結構嫌な敵多いです。なので極力ね、弓を使って倒すといい感じになると思います。うん、ここね、本当に嫌な敵多いんだよね。火ダメも結構多いし、まあ、一応注意して言ってください。弓を使ってやると結構安全なので、弓で戦うといいんじゃないですか。動いてない。次行きまーす。ゴーレムを新しくしていきましょう。では行きますね。ここは特に問題ないと思います。うん、強い敵も別にいないし。おい、何してんのやめてくれ。下に召喚しちゃったね。 OK、 次こっちか。はいはいはい、まあ特に、まあ、タワーレイズがちょっと面倒いのか。あとは強いやつはそんなにいないので大丈夫でしょう。ナイス。毒の蜘蛛のゴーレムは強いからいいよね。俺結構好きなんだよな、毒の蜘蛛のゴーレム。はい、スケールメイル取ってください。んで、エンチャント入れましょう。クールダウン3と、ビーストボス3ですね。で、弓にも入れてください。超弾3、ボーナスショット3ですね。で、エーリも3入れておいてください。もう武器のね、近接武器の攻撃力が減ってきてますので、エーリを3入れることによって、だいぶマシになります。うん。まあ、結構火力不足ではあるんだけどね。でも、だいぶマシになりますので、一応入れておいてくださいね。おい、ゴーレム。これ別に問題ないです。難しい敵もいないし、全然余裕でいけると思います。あと2回かな。よし、次で最後。よし、終わり。報酬何もいりません。キノコは欲しいところなんですけどね、いりません。で、ここ結構敵がね、いっぱい出てもめんどくさいです。ゴーレムを突っ込ませると結構いい感じですね。いけ。おお、クリティカル、いいね。クリティカルゴーレムいいね。もうどんどんいっちゃって、よし、もう結構いい感じに殲滅してくれましたね。エンチャントがしょぼいゴーレムが出たらちょっと時間かかるもんね。おお、素晴らしいね、毒の蜘蛛。いや、今回はエンチャの運が良かったですね。いきまーす。ここでコグクロスボウを取ってください。で、コグクロスボウに、パワー3、そして追い打ち3ですね。これで OK です。で、ここちょっとね、嫌な敵が結構出ます。なので、コグクロスボウとかをうまく使ってあげるといいと思います。OK。シャー！ナイス！今のはよかった。よし。いてくれ、ゴーレム。よし。あ、当たらなかったか。よし、いいんじゃない。
あ、当たってない。あと、ここか。終わり。26回クリア。武器を変えましょう。両刃斧ですね。あ、で、ゴーレムはね、HP 更新してくださいね。ここ、雷と、エイリ、33です。これはちょっとゴーレムやられるだろうな。間違いなく。敵がね、多いので、ゴーレムを突っ込ませて、一気に倒すのが、いいです。なんで？なんで？なんで落ちたんだろう。まあまあ、行きましょう。行け！うわー、マジか！うわ、最悪だ。ゴーレムやられちゃった。もうこんな時はもう仕方ないです。もう自分で突っ込むしかありません。いやー、本当はゴーレムにね、突っ込ませて、一気に倒した方がいいんですけどね。で、ここ、ミニゴーレムがいますので、ある程度遠くから攻撃してあげるといいです。終わり。で、反対側行きますね。で、反対側も敵多いです。なので、ゴーレムを突っ込ませてあげると、早いですね。うん、自分だけで行くと結構危険なので、ゴーレム使ってあげてください。よし。いいんじゃない？はい、27回クリア。敵多いんです。注意してくださいね。報酬何もいりません。では行きましょう。28回、ちょっとね、敵多いです。でクリーパーとかも出てくるので、まあコブクロスボウが結構ワンパンで倒せるので、まあコブ多めみたいな感じで戦ってみてください。そうするとだいぶ戦いやすいかな。よし、クリーパー来るよ。よし、いいんじゃない。おお、すっげえ強い。やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ危ねえ、固まった。よし、終わりか。28回クリア。何もいりません。あー、ゴーレムの、まあ HP 大丈夫っしょ。大丈夫大丈夫。で、武器を上げてください。んで、別にね、入れなくてもいいんだけども、まあ一応シナジーぐらい入れとけばいいんじゃないですか。うん、あんまり意味はないです。一回、最初の一発目と途中もう一回ダメージが上がるぐらいなので、そんな意味はないんだけど、もうボスはもういつも通りです。うん、もうゴーレムと囲んでガシガシ叩くだけで勝てますので、よっしゃー、いいんじゃない。よし、ゴーレムがね、ここでね、毒の雲が発動してたらすごく強いんですけどね。はい、では完全攻略でした。報酬を見て終わります。しょぼすぎる。なんだこれ。はい、ということで完全攻略です。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。